何としても新卒者の皆さんのこの就職については、まあ、できることは何でもやるという覚悟で、多少無理をしてでもこの2ヶ月3ヶ月はこの問題に人を割いてでもやると、そういう姿勢で臨んでいただきたい。今年度も残り2ヶ月を切りました。新卒者や最近卒業した人たちの就職支援活動もいよいよラストスパート。総理が設置している新卒者雇用特命チームの議論も大詰めです。奨励金を使っていただいて、新しい求人を開拓していただきたいと、ハローワークにきっちりつないでいく必要がある。就職企業とのマッチングってのはかなり従来より進んでるという感じなんです。できるだけ最後の1ヶ月で集中的にマッチングを進めようとしていきたい。首相官邸で話しているだけではありません。雇用問題に取り組む現場にも総理は足を運びます。ハローワークを視察した時には、実際に就職活動で苦労している学生たちや、それを支援しているジョブサポーターなどからも実情を聞きました。政府というところはどうしても紙の上なんですね。こういうところで皆さんの話を聞かないと分からない。例えば学生専門の新卒応援ハローワーク、せっかく去年秋から全都道府県に設置したものの、肝心の学生たちにその存在がまだまだ知られていないという指摘が学生自身から上がりました。ハローワークに対するイメージというのは、私失業者の方に対する支援を行っているところだっていうのがありまして、まあ、その学生に対する支援というのはなかなかそのイメージにないというか、皆さん一番就職の関係でアクセスするところのに、その学生ハローワークみたいなね、ジョブセンターみたいなものの広告を入れたら、そうすると分かりやすいですよね。すると一番多分目につきやすいと思います。ね、それちょっと考えてみて。はい。疎外感とかですね、ある面では一生懸命頑張っても、就職口がないと、もう精神的に非常に傷んでる学生さんが、増えてます。と訴えるのは、仕事が見つからない学生たちの相談に日々乗っている山田さん。その山田さんに支えられたという学生もこの対話に参加していました。ずっと少なくいたわけですね。私は世の中で役に立てない人間なんじゃないかっていうふうに思うようにもなってきました。しかしその山田さんと出会ってお話をしていく中で、私もまたここで再チャレンジできるっていうことが分かりましたので、そこからはまた気持ちを切り替えることができて、4月からはIT 企業でシステムエンジニアとしていただきます。本当に心から感謝しています。やはりインターネットじゃ情報は取れても、まあ、人間ってやっぱり自分が落ち込んでる時、誰かに話聞いてもらいたいわけですよね。もう一回ですね、勇気と元気をですね取り戻させると。もう一回勇気を取り戻した学生たちをあと2ヶ月でどこまで就職に結びつけることができるか。新卒者雇用特命チームはご覧のような政策をベースに、情報共有をさらに緊密にすることで、新卒者や3年以内の既卒者の就職支援を強化していきます。正念場と言いましょうか、一番の山場を迎えているという覚悟で頑張りたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。